盛に恵まれた鈴鹿サーキットには2万人のロードレースファンが詰めかけた。 GP250 は予選 A 組でトップタイムをマークしたヤマハ YZR の中野真也が 250cc 初のポールポジションを獲得。以下フロントローには同じくヤマハの羽賀健介、ホンダの加藤大二郎、鈴木の加賀山幸雄が並ぶ。そうですね、とりあえず今のところ1番なんで嬉しいですけど、はい、マシンに慣れてきてバイクの良さを少しずつ引き出せるようになってきたんで走ってても面白くなってきましたけどね。そうですね、トラブっちゃったんですけど、そう、あれがまだね、まだ悔しいんでね、それを今回ぜひ晴らしたいと思います。決勝日のレースが自分の誕生日だし、まあその自分の誕生日をいい結果で祝いたいなっていう、まあフラストレーションっていうのがたまるレースをしてきたんで、まあそれをいい意味で取って、まあ落ち込んでてもしょうがないし、全てプラスに考えて、いい方向に行ってます。事前テスト、スーパーバイク乗って、で GP の時はエンジンの仕様とか違ったんで、今回の仕様初めてなんで、まあ予選は予選って感じです。まあみんなどんどん調子良くなってきてるんで、負けないように頑張ります。オートバイの方もかなり仕上がってきたんで、いけるんじゃないかと。前回がね、ミスが1回あったんで、とりあえず周りの様子見ながら着実に最後に一番高いところ乗ってみようかなという展開を予想してます。GP250 決勝スタート、周回は17周。フロントロー3番手から好スタートを決めた NSR の加藤が真っ先に1コーナー、以下 YZR の中野と羽賀、 RGV ガンマの加賀山と続く。今回こそ加藤の独走を阻みたい羽賀はすぐに中野の前に出ると、トップ加藤を猛然とプッシュ。レースは序盤から加藤と羽賀が激しくトップを奪い合う展開となる。3周目を過ぎると2台のバトルに中野と加賀山、そしてヤマハ TZ の松戸直樹も加わり、トップ争いは5台の戦いとなる。加藤は武田雄一とのペアで鈴鹿8台出場が決定し、事前テストではスーパーバイクのテストが中心となった。その影響もあり、今回の予選では中野にポールポジションを奪われ、決勝では今シーズンこれまでにない混戦に身を置くことになった。4周目に入るとトップ4台は2分11秒台にペースアップ。5位の松戸は徐々に遅れを取り、トップ争いは加藤、羽賀、中野、加賀山の4台に絞られる。そして3メーカー4台のワークスマシンは激しくポジションを奪い合いながら接近戦のトップ争いを展開する。トップ羽賀で迎えた7周目、4台のバトルはさらに白熱。しかしその激しさゆえに意外な局面を迎える。デグナーカーブで加賀山が羽賀と接触し、2台はトップ争いから脱落。チャンバーを破損した羽賀はピットイン、コースアウトした加賀山は12位でコースに復帰する。羽賀はマシンを修復し再スタートを切るが、周回遅れの最後尾となってしまう。これで一騎打ちとなった加藤と中野のトップ争いは7周目を終えた時点でその差約1秒。中野は加藤を上回るペースでじりじりと追い上げ、ついに11周目の 130R でトップに浮上。 250cc4 戦目にして初のトップ走行となった中野は懸命に加藤を引き離しにかかる。対してここまでのペースを抑え、タイヤを温存してきた加藤は中野の真後ろでチャンスをうかがう。加藤は12周目の 110R で中野をパス、再びトップの座を奪い返す。9
9秒後方では TZ の松戸直樹と RS の玉田誠が3位争いを展開。さらに約4秒後方の5位争いは亀谷と森金、その後方からはコースアウト後に激しく追い上げた加賀山が迫る。一方、加藤と中野のトップ争いはファイナルラップに突入。ここまで中野とほぼ同じ2分12秒台でトップを守ってきた加藤は土壇場で2分11秒台にペースアップ。追いすがる中野を突き放す。後方の3位争いはヘアピンで松戸が転倒を喫し、玉田が単独の3位。ファイナルラップに森金と亀谷をかわした加賀山は4位に浮上。しかし亀谷も諦めない。2位中野に 2.3 秒の差をつけた加藤は菅生筑波に続く3連勝。中野は開幕戦以来の表彰台2位、 RS の玉田は初の表彰台3位を獲得。コントロールライン直前で加賀山の前に出た亀谷は4位でフィニッシュ。マシン修復後に再スタートを切った羽賀は1周遅れの31位でレースを終えた。結構 GP みたいで楽しかったです。タイヤとかも結構ペース考えて走ってたんで、ちょっと前出られちゃったんですけど、まあ勝ててよかったと思います。最初4台いたじゃないですか。4台で最後までできたらすごい面白いのになと思ったんですけどね、最後2台になっちゃって最後離されちゃったんでね、少しずつですけど、でもトップが見えたんでね、次ですか、ね、松戸さんになんとか追いついて、で最終ラップ狙ってたんですけどちょっと離れちゃったんだけど、ちょっと向こうが焦げてくれたんでラッキーでした。次もこの調子でいきたいと思います。開幕戦の欠場後3連勝を挙げた加藤がついにランキングトップに浮上。しかしヤマハと鈴木もここに来てようやく仕上がりを見せ、以後の GP250 は混戦が予想される。周回15周で争われた GP125 決勝、レースは終始10台前後のトップグループが周回ごとコーナーごとに目まぐるしくポジションを入れ替える大激戦となった。ポイントリーダーの10番菊池博之は12周目にスローダウン、シーズン初のノーポイントとなってしまう。そしてレース終盤のトップ争いは7番上津勝次と17番秋田隆のヤマハ TZ、 3番高尾和弘と19番小野正文のホンダ RS の戦いとなる。高尾は前回筑波の予選で右手薬指を負傷し決勝を欠場したが、今回は最後までトップ争いに加わり、ファイナルラップの1コーナーでトップに立つ。これに前回筑波のウィナー秋田をはじめとする後続も食い下がり、トップ争いは最後の試験へ。高尾と接触した上津が転倒。トップ争いは高尾、小野、秋田の順で最終コーナーへ。上津はすぐに再スタートを切るが、一気に14位までポジションを落としてしまう。そしてチェッカーは高尾は開幕戦以来のシーズン2勝目をマークし、去年の第4戦以来鈴鹿では負けなしの4連勝。小野が1000分の6秒の僅差で2位となり、チームハルクプロのワントゥーフィニッシュ。前回筑波のウィナー秋田は3位表彰台を獲得した。そうですね、みんな早かったんで勝てるとは思ってなかったですけどね、前回がボロボロだったんで今回は何としてもって気で走ってたんですけど、勝てるとは思ってなかったです。本当今まで走った中で一番激しいレースです。でも面白かったんですけどね。今回ノーポイントの菊池に代わり TZ の秋田がポイントリーダーとなり、2勝目を挙げた高尾がランキング3位に浮上。全く気の抜けない展開が続く GP125、 混戦を抜け出すのは果たして誰か。